はいみなさんこんにちは歴戦に越しの森間です 今回はテキスト丸分かり動画ということで私が担当する v マジック攻略講座のテキストであるこちらの使用書士 v マジックというテキストの説明をさせていただきたいというふうに思いますでこちらの v マジックについてはもう書店などで購入できる市販のテキストになっておりますですから、まあ、使ってくれている方とか書店で見たことがあるよという方もいると思いますねでこの講座の説明をちょっとこのテキストの説明をさせていただければと思うんですがまずこちらは 文章で書いてあるテキストになってありますから、もうゼロから勉強する方が、もうその導入の部分からですね、えー、理論立てて勉強することができます。何かポイントをレジュメ形式で書いてあるというものではなく、もう講義帳でゼロからこれはこう理解するんだというふうに書いてありますから、結論だけでなく、その理論的な部分、こちらも身につけることができます。ですから合格するためには多くの知識を知っていることが必要なんですが、それが体系的に理解をして、 身についていてれば本試験でで使えるんですね単に丸暗記だとドアステルすることもあるしあるいはちょっといじられると解けなかったりするんですよ。それがきちんと趣旨から理解をして知識を身につけることによって本番で使える知識が身につきます。ですからこの,このテキストではですね結論が書いてあるだけでなくきちんと理解するための説明それから分かりやすい具体例それから例え話なども書いてありますから もうそういうふうにですね、使っていただけるかなというふうに思います。で、それから情報量なんですが、本試験でバッチリ対応できるだけの情報量が入っております。で、私が本試験の後に分析をしたところでは、もう午前も午後も33問近くですね、午前は34です。午後が33。まあ、去年のデータですね。で、今年の本試験はまだ あこれから分析をしていきますのでガイダンスなどでまたお話をしていきますがまあ少なくとも本試験でそれぐらいの問題が取れるような情報量が入っておりますからまあそこはまあどなたでもですね安心して使っていただけるかなというふうに思いますで単に情報量が多いというだけではありません情報量を多くして本を厚くするということになると負担が増えていきますよねですから本試験できちんと合格点が取れるけれどもえきちんと必要最小限に絞り込むっていうその 両方の要素を満たしている,いるんですよですからもうそれ以上例えば満点取りたいっていうことであればもうちょっと増やすことができますがそうするともうこなすことができません1年でこなせる量でしかも本試験でバッチリ合格点が取れると分量にしているんだということですねで。 実際の中身の方を少し見ていきますが、先ほど文章で説明があるという説明がありましたけれども、図表なんかもたくさんありますから、こちらの図表で理解が進むかなというふうに思います。で、図で説明、これは図ですけれども、このですね、制限物件の設定などが図解されておりますし、ですからイメージで理解できますよね。で、それから表なんかもありますから、その表のところでは、 その文章で説明があったものがマトリックスでですねこういうふうに整理できるんだといった整理の部分これも使えるかなというふうに思いますでそれからですねこちらの不動産登記のテキストなどではひななんかも書いてありますのでひな型やそれから登記記録ですねこういうものもありますのでこれもイメージをしながら理解できるかなというふうに思いますでこちらの v i ックのテキストですが もう改正にも対応していきますので不動産登記法の例えば新しい通達これが掲載されている試案テキストって他にないと思うんですよですから、まあ、そのあたりの新しい改正情報なんかもこの v マジックのテキストなんかで知っていただくことができるかなというふうに思いますそのあたりも安心して使ってくださいで V マジック攻略講座では これでインプットするこのテキストでインプットしていくだけではありませんもう講義準拠の問題集を提供することによって皆さんが復習しやすくあこの過去問やればいいんだあこれを講義に合わせてやればいいんだということが明確になりますさあそれがこちらですね V マジック攻略講座の講義準拠厳選復習問題集ですでまずは講義に準拠しているってところが重要でえ講義を聞いて その講義の範囲の問題を解くっていうことがもう一瞬でできるんですね。問題集から今回の講義の範囲の問題を探さなくていいんですよ。で例えば1回目の講義を聞いたらあ一1回目はここだって分かりますからそこの1回目を開いてその問題を解けばいいといった形になっておりますね。で問題は一問一答になっておりますからあこの問題を解いてこの解説を見る。それによって この問題を身につけることができます語詞卓一だとどうしてもですね組み合わせで正解できてしまいますが一問一答形式にすることによって一問一問明確に理由付けをしながら解いていくことができますで、1ページの中に問題と解答解説がありますからもうこういうふうに隠すことによってもう電車の中でも解けることになりますで、大きさ見てくださいこの V マジックのテキストと全く同じ大きさにしております もっと引けば映りますかねこんな感じになっておりますよですからこれ非常にカバンにも入れやすいですよねで、この V マジックのテキストとこうセットで持つことができます講義準拠の問題集でもう一つ厳選で書いてありますがこれは必要十分な問題をセレクトしています皆さん過去問解くとどうしても講義に遅れてしまうって経験ないですか講義に合わせて過去問解こうと思ったんですけどえー、たくさんの問題があってなかなか講義に合わせて進むことができません でどの問題をやればいいかもうセレクトしたいんだけれども本当に最近10年でいいんですかみたいなこういう質問ってよくありますよねですから私が一問一問見てあこれは要る要らないこれは応用聞くから入れとこうでこれは同じ選択肢があるから取り除いておこうちょうどいい分量に合わせてありますで逆に言うとこれがちょうどいい分量だからもう死に物狂いでこれだけやってください。 そうするともうやる気も出ますよねこれだけやればいいんだって目標ができますからですからそういう問題集になっておりますのでぜひこの V マジック攻略講座厳選復習問題集の方もですね活用していただいてインプットだけでなくそのアウトプットの力問題を解く実施戦力ですねこれを身につけていただければというふうに思いますで今回は私が担当する V マジック攻略講座で使用するインプットテキストこちらの使用書士森山和正の V マジック それからそれに準拠した攻略講座の問題集こちらのご紹介をしましたでこのようなテキストを使ってもうしっかり合格を目指していきましょうですですからこれをしっかり身につけて合格点取っていきましょうねでは今回はこちらの説明になりました でこの講座自体の説明をもっと知りたいという方は動画の方とかあるいはこれから、うんまあ、あのガイダンスなども行います公開講座を行いますからぜひそちらの方にもです、ね、ご参加いただければと思いますでは最後までお聴きいただきありがとうございました